で、この英文訳してみてください。The bus is stopping. これ訳してみてください。こう訳した人いますか？そのバスは止まっている。こうなる人はバチです。進行形が分かっている。でね、進行形、これ is プラス ving で現在進行形で、ね、現在進行形というのは中学生の時とかにこうなるよね。I'm is プラス ving で何とかしているって訳するんだよ。いいよね。で、例えばこんな例を He is singing. 彼は歌っている。これ全然いいよね。でも、高校生になったらこんな例でやるでしょ。I'm eating out tonight. 私は今晩外食します。これ未来のことだよね。未来。あるいはこんな例聞いたことある？これね、I wonder っていう表現で、これまあ、お願いするときの表現なんだけどね。これ、I wonder を wonder っていう過去形にしたら、丁寧になるよね。より丁寧になる。で、これ聞いたことあるよね。過去形にすると少し丁寧になる。過去形ってこの一歩引く感じがあるから丁寧になるんだけど、さらにこれ見て、過去進行形、ここに進行形を加えるとね、もっと丁寧になる。これなんでなの？っていうところでね、これ今日覚えてほしいのは、今まではきっとね、この進行形、特に現在進行形とかって、なんとかしているっていうふうな1対1の対応で覚えてたと思うんだけど、その1対1の訳語で覚えるのはもうやめる。ネイティブスピーカーとか、英語を使っている人はどういうイメージ、どういう感覚を持って進行形を使っているのか、そこが分かったらこれ全部つながる。じゃあそれは何なのかって言ったら、それはね、動き。進行形のイメージ、その核となる原理は動きにあるから、全部動かしていくから。ケース宣言に彼は歌っている、もう動いているもんないよね。I'm waiting now ってなって、これどう動かす？これはね、未来は未来の計画が動きつつある。計画進行中の未来。もう計画が動いてるから、もうレストランの予約取ってるし、友達にも連絡回してんの。こういうふうな動きのある未来を進行形であります。あるいはこれ、過去進行形にしたら丁寧になるよ。これなんで？これはね、動きだよ。これ。じゃあどうやって丁寧になるのって言ったらね、これ、心の動き。心の動き。心がどぎまぎ動く。そう、その不安。不安まで表すことができるから、I was wondering っていうのは最上に丁寧になる。おどおど感が出て、動いちゃって不安。これが出るのが過去進行形。一歩引いてさらに不安まで出るからすごい丁寧になるよね。じゃあ最後もう一回これいこう。 The bus is stopping. そのバスは止まっている。これどうする？動き出して動き出したら解決。はい、そのバスは止まりかけている。これで OK。 動きを出す。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.